機動部隊とは。旧憲法では軍隊の編成は天皇の体験に属していた。しかし指揮官は軍隊区分として与えられた兵力を、作戦目的に応じて編成することができた。1941年11月5日。 大本営の指示に基づき、第一弾作戦に関する連合艦隊命令で、第一航空艦隊と第三戦隊以下の支援部隊をもって、ハワイ攻撃部隊を編成し、機動部隊と命名した。それまで空母の航空戦隊は、 艦隊に属し空母の航空機の指揮権は空母艦長にあった。その艦長の指揮権を外し、複数の空母の航空機を、艦隊の上級指揮官から任務を示し、戦場では空中葬式とした。攻撃艦選定、真珠湾攻撃の最大の課題は、 燃料問題だった。日本海軍は対米姿勢で日本近海での決戦を構想に持っていたので、一般的に航続距離は短く、往復距離1万3000キロを機動部隊の巡航速度14ノットで航行し、ハワイ近海で戦時最高速度を出せば戦艦と空母化が昇格、随格以外は燃料不足になることが明らかだった。そのため航続距離が短い。 第2航空戦隊の中型空母飛流、走流を外す案が出されたが、この作戦を遂行するためには主力空母6隻の使用が必要と参加が決定した。空母以外は航続距離が最も重要視され、さらに空母と行動を共にできるだけの速度を持つ艦が選ばれた。なお補給は東方丸いか。 8隻の高速タンカーが随伴し洋上補給を行い、さらに航続距離の不足な中型空母と赤木、利根、ちくまには200リットルドラム缶3500本、18リットル石油缶44500本が積み込まれた高速タンカー部隊は12月7日昼過ぎ最後の給油が終わると待機地点に向かった攻撃前の陣形は 従順、とねちくまが偵察機を飛ばすために前方に配置され、駆逐艦9隻は敵潜水艦を警戒するために外側に臨境陣を形成している。陣形は縦30キロ、横49キロの長方形で、航海中に民間の船舶に艦隊行動を見破られない、のと対水上艦対策の陣形だった。真珠湾攻撃の後の蛇は、 オーストラリア方面作戦でも似た陣形を取った。インド洋作戦で空母カナは岩礁に接触して内地に寄討したために不参加。インド洋作戦での陣形は男獣人を取った。艦隊速力は二重ノット、機動部隊は全日警戒態勢を取りながら進んだ。 インド洋作戦の時に小沢中将を率いる別動隊も商船仮をした。この部隊に空母流上がいるので人形を表記してみた。機動部隊が編成される前、艦隊の中に航空船体が含まれた時の人形は従順洋艦の後方に空母が置かれたのが 一般的だった利点は空母が風向きによって発着のたびに隊列を外れても巡洋艦は隊列を乱さない空母は補助という考え方だった。